はいどうも皆さんはこんばんは館長です。今回はですね、このまたログフォンですけども、ログフォンにクーラーユニットを搭載してみて、えー、まあ、アスファルト9というね、まあ、レースゲームをちょっとプレイしてみて、どんなもんじゃないというね、えー、ものを皆さんにね、見せていきたいと思います。それではやっていきましょう。ちょっと待ってね。はいよ。いやすさまじいですね。えー えっとまずはこの画面からいきましょうはいゲームモードで X モード起動 OK いいねでアスファルト9なんかあるのかなマキシあこういうのも指定できるんだじゃあ i ンチエイリアシングもつけてはい OK ですじゃあ起動もうね今クーラー走ってます もうすでにクーラーが走ってます。ちょっとね、音は消しておきますね。ブラックフライデーセール。はい。えー、でもうちょっとなんかカスタムできるんですかねなんかゲーム設定、サウンド表示。なんかもうちょっとね、クオリティを上げましょうか。えー 初期設定高品質これでいいですかねはいんこれでこれでいいのかなはいえー、っとはいじゃあ高品質に上げておきますこれでもう一回やってみましょういや楽しみですねいけんのかな 十分ね、通常でも高品質だと思うんですけどね。さあ、今、クーラーがね、バシバシ回ってます。聞こえますかね。はい。バツ。えっと、プレイしていきましょう。ちょっと音鳴らそう、やっぱ。えー、っと、じゃあ、この、これで。まあ、あとりあえずね、何かしら、プレイしていきましょう。いや、でも、綺麗だよね、本当に、グラフィックが。すごいよね。 これで今 90Hz 出てるんですよね多分モニターがすごいっすよねいや発色も素晴らしいぐらい綺麗ですしまあちょっとね今これカメラ越しなのであまり分からない部分もあるかと思いますがすごい発色綺麗です見てこれ分かるかな シャーオーケー見てこれめっちゃ綺麗じゃない分かるかなちょ、もうもう一回だけやろっかいやこれ今最高品質ですけど すごいできてるよねはいこれを使ってはいまあまあアスファルト9自体も,もう結構グラフィック使うと思うんですけどそれでもこれだけ頑張ってるんですごいよね オッケー。パーフェクトニトロ。ほう。ほう。オッケー、行け、行け。 おうおうおおいやゲーム楽しんでる場合じゃないんではい OK というようなねかなりねグラフィックが実は綺麗ですしかも全く角こう角落ちすることもなくえ普通にねプレイできてしまっていますこれ最高品質ですアスファルトラインの 悲しいね。これこれゲームをやりたくなるわ。<laughs> これゲームをやりたくなるよ。それなるわ。え、本当に。なんて言えばいいんでしょうね。ただ、スマホに、まあ、ゲームがね、そんなにあんまりないっていうところが、まあ、このアスウスのロゴフォンのね、まあ、こう、生かしきれないところだとは思うんですけども、本当にゲームさえあれば、 結構ねこれ多分いけますよ本当に素晴らしいということでですねえっ、ー、と X モードをここからもね実は X モードが切れますはい X モードを切ってあごめんなさいねこれを抜くと抜くと止まりますはいいかがでしたでしょうか えー、今回はですね、えー、ゲームプレイを行ってみましたなかなかですね、えー、ゲームしたくなるわ確かにこれはこれはゲームしたくなるうんあのうっとりするもん品質にすごくなので、えー、皆さんもですねぜひ、えー、このね e x のログフォンを、えー、買われた際にはですねいっぱいゲームしてみてくださいで、まあ、お金はちょっとかかっちゃいますけど 実はここには多分アクセサリーがね結構いっぱいまた発売されているんですまあこれ専用のそちらもですね合わせて購入してやってみると結構楽しい環境が生み出せるんではないのかなっていうのを実は本気で思いましたということでですねこちらのまあアスファルトラインが少し皆さんのご参考になればいいなとは思っていますということでまた次回の動画でお会いしましょう春菜でしたバイバイ